なんだかひまちゃんが落ち込んでいて部屋から出てこないので見ていきたいと思います。ひまちゃんどうしたの？ひまちゃんどうしたのって、なんでそんな落ち込んでるの？ショック。ショック？何がどうしたのよ？落ち込んでるな。レッツゴー。すっごい落ち込んでるよ。ショック。なんで？なんでかというと、今伊藤洋からさんとコラボしてるひまひまチャンネルグッズが、ブレーキがえぐい飛行なの。なんでみんなみんな約束したよね、お揃いにしてくれるって。何を思い立った？そうか、やっぱこういう時は行動しないと始まんないね。入り口だけど、どうした？これナポレオンの真似。あ、そう。あ、ひまひまのひまひまのためのひまひまのみんなのための改革だということで思い立った。何がよ、どうしたの？もうこのひまひまチャンネルグッズ、最初はすごいみんな買ってくれて、ストーリーとかでもすごいなんか買ったよみたいな言ってくれて、現在本当にみんな買ってくれてる人ね、全く報告が来ない。悲しい。じゃあどうするの？ひまちゃんも落ち込んでる場合じゃないんだよ。どうするの今から？どうしたい？買いに行ってきます。買いに行く？買いに行って、うん、爆買いして、うん、家に帰ってきて、みんなにその良さをちょっと広めていきたいと思います。買いに行ってきます。マジで着替えんの今から？だって行動しないともうさ、うん、持ち込んだままだもん、うん、じゃあ行こう。だから着替えて、うん、行ってきます。はい、バイバイ。じゃあひまちゃん、じゃあ爆買いしていこう。爆買いしましょう。もっとガンガン買って、ガンガン2個、ポーチに3つぐらい買って、親戚のおばさんも欲しいって言ってた。3つね。そう、もう買う買う。オッケーオッケー。缶バッジも買うか。いいね。2個、もしかしたらサイン入り当たっちゃうかもしれないよ。え、やばくない？え、うち破産する、自分のグッズで。とりあえずレジ行こうよ。とりあえずレジ行こう、元気に行こう。はぁ、というわけで帰ってきました。今から買ってきたものをバン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 紹介していこうと思います。なんでガチで買いに行ったので、店員さんとかびっくりしてて、なんでこの人こんなに買うんだろうみたいな、ファンなのかなって思われたかもしれませんがね。はい、約3万円分お買い物してきました。では出していこうと思います。こんな大量です。ちなみにこの販売店舗一覧っていうのがあって、こんな感じ、ババン、こんな感じで販売店舗がね、いっぱいこんな感じあるんですけど、全国各地に。それでも、まあ、近くにないって方は通販でもね、お近くにお店がないだとか行くのが大変だった方は、ぜひ一緒にね、お揃いにするために通販でお買い物をしていただけると嬉しいです。お願いします。では1個ずつね、出していこうと思います。こちら、ババーン、ひまひまチャンネルトートバッグです。これを1、2、2個か、もう親戚のおばちゃんが買ってくれました。そう、1個ちょっと代わりに買ってきてほしいって言われて、本人が親戚のおばちゃんに渡すために買いに行くというですね。では1個出します。じゃん、こんな感じ。マジで可愛いんだからね、みんな。こんな感じで生地もマジでしっかりしてて、マジで人が入っても破れないんじゃないかレベルで、マチがちゃんとついてるので物も結構入ります。多分あれだよ、お買い物のエコバッグとして使ってるよ。おー、ひまは学校に持っていきますね。こんな感じ、かわいいでしょ。めっちゃかわいいんだけど。でしょ、なんでこんなかわいいトートバッグをみんなお揃いにしてくれないのかな。待ってます。すごい、ほんと色も2色ですごいシンプルだし、なんか使ってたら、まあ、ひまのファンの方なのかなって一瞬見たらわかんないんですけど、わかる人にはわかるというね、この特別な感じ、めっちゃかわいいです。私のサインの柄が入ってますね。マジでかわいいっていう感じです。続いてはこちら、ババーン、3つひまひまチャンネルのポーチです。
私がグッズの中で一番推してる商品って言いますか、マジで可愛いと思うの。本当に可愛いんだよ、これ。なんで分かってくんないのかな。ごめんなさい。ちょっと煽り口調になっちゃった。こちら、ババーン、こんな感じです。マジで可愛いと思う、これもガチで、本当に。いや、可愛いよね。本当にね、可愛くて、この雲みたいなこの柄がまず可愛いじゃん。なかなかないんですよ。で、このふわふわしてるんです、生地も。後ろはこういう感じなんですけど、大きさもすごい大きめ、顔と一緒ぐらいなので、まあ、本当にいろんなものが入ります。で、こうやってひまひまチャンネルのサインがね、可愛く載ってます。本当可愛いよね。本当に可愛い、本当に可愛い。で、中はこんな感じで、真っ黒ですね。で、ここにはなんとちっちゃいポケットまであるんですよ。だから本当に筆箱としても使えるし、まあ、メイクポーチとしても使えるみたいな万能なの。メイクポーチをね、中身を一回移してみようと思います。今まででもこんな溢れてたんですよ、入りきらなくて。だからこっちにね、移動させます。こんな大きいアイシャドウパレットとかも楽々入っちゃう。こんな感じのサイズ感です。だから大きい方がマジでいいと思う。ペンとかも全部入れちゃいます。ちなみにママはバッグインポーチが使ってる。おー、じゃあこれをね、トートバッグに入れることでまとまる。そうで、ビューラーも入れます。はい、こんな感じでガッツリ入りました。これを閉めれるのか。おー、楽ちん。こんなに、ね、大容量でもいっぱい入るので、もうめちゃめちゃおすすめ。しかもふわふわしてるから、ほんとこれはね、こうやって、ね、寝れそうなんですよ。ほんとそれぐらい可愛いので、マジでおすすめです。もう本当にこれは買う価値ありです。マジでお揃いにしてください。マジで可愛いよね。ここまで言って多分みんな伝わってると思う。これでね、無視するのダメですよ、本当みんなね。ぜひお揃いにしてインスタのストーリーとかに載せてください。そしたらマジで今1秒、その日中には絶対見ます。みんながストーリーでメンションしてくれると今本当に早く見に行くので、まあ親しい友達とかにしてなければストーリーにそのままね載せられるので、私のストーリーに載せさせていただいて、コメントも書かせていただきます。そしてインスタとかやってない方でも、まあ、TikTok とか、まあ、YouTube とかにねコメントしてくれると、もう一瞬でいつも見てるから本当にわかるから、コメントも返させてもらいます。ありがとう。というわけで続いてはこちら、ババーン、ハンカチです。まあなんか見るだけでちょっと元気をもらえそうな、そんな明るいねビタミンカラーのハンカチになってますけど、こんな感じです。じゃん。ちなみにこれはガチで私がもうずっと使ってるハンカチなんですけど、4、5回とか使っても全然大丈夫、丈夫ですね。こんな感じで、ひまが実際に描いたお花の絵をね、見てください。そのまま絵になって、こんな感じで登場していたり、ゆるかわな、こういうキャラクターがいたり、して、こういうサインがある感じです。で、裏のこの黄色のね、明るさにもすごくこだわって、濃いめのね、明るいカラーにしてもらいました。めっちゃ可愛い。だってほら見てよ、あー今日は手拭かないとと思ってこう開いたら、これひまひまちゃんのなのってさ言えるじゃん。そんなに私が自慢できる存在とかはわからないですけど、でもそうひまひまちゃんのグッズなんだよみたいななるじゃん。でこうやって普通に自分でさ、一人の時も手洗ったら、可愛い色だな、今日も頑張らないとなって元気をもらえるカラーだと思うんです、多分。だからもうぜひ皆さんね、お揃いしてください。本当に可愛いから。次は小物系いっぱいね、買いました。まずはこちら。ババーン！蛍光ペンです。3つ入り。カラーペンなんですけど、迷って、5本セットとかにもしようかなって思ったんだけど、やっぱり5本セットにすると値段が上がっちゃったりもするので、今みたいな学生でも買えるようなお値段にするためにも5本から3本にして3色にまとめました。でもこれ本当に可愛くて、デザインがね、3種類入ってて、私は実際に筆箱に入れてるんですよ。この3つですね。じゃーん、かわいい。まあ、ピンクはちょっとカラフルなこうひまひまちゃんの自分で描いたお花がねデザインされてて、真ん中はさっきのポーチと一緒のね雲になってて、水色、あ、オレンジはハンカチと一緒のビタミンカラーの黄色にしてみました。で、細い方と太い方があって、まあ本当にこの3本があればノートは完成するかなっていう感じです。色も本当に何十種類もあるところから選んだんですけど、まずピンクは丸つけ用で、まあ、重点とかをね線引ける。青はちょっと記憶にね残りやすいカラーだから、まあ、アンダーラインとか引くときにすごい使えるかなって思います。でオレンジは赤シートで隠れる色なので、まあ、重点ポイントとかをこうノートにねオレンジで書いて赤シートで隠せるっていう暗記ノートを作ることもできるので、この3色にしました。でちなみにこのピンクはね匂いがついて、なんとコーヒーの匂いがします。
私はいつも勉強するときにコーヒーを飲まないと目が覚めなくてあんま集中ができないから、わざとコーヒーの匂いにしてみました。めっちゃいい香り、ほんと飲んでる気分になるんですよ。そうで、他の色も匂いつけようかなって迷ったんですけど、あえてつけないようにして誰でも合うようなそんな感じにしてみました。まあこれもね、嗅ごうと思わないとこれぐらいにして匂いを嗅ぐとすごい匂いするんですけど、ちょっと離れておれば、まあ、匂いもあんましないので、まあ、コーヒーが苦手な方でも大丈夫だと思います。でもコーヒー好きな方は本当におすすめな商品ですね。本当に可愛い、柄も可愛くて色もさ、めっちゃ重要な3色が入ってて匂いまでするって最強じゃないですか。本当にペン買うならこれを買ってください。そして続いてこちら、ババン、これねすごいのよ。これ何かというと、普通は定規として、まあ、使うんですけど、他にもブックマーカーとかクリップとしても使えるんです。これ最強じゃない？これもね、デザインがマジで可愛い。下にひまの絵がいて、柄はこういう感じ、シンプルにカラフルなお花がついてます。で、上にはサインがっていう感じなんですけど、アルミなのでちょっと重さがあって、線を引くときも紙を押さえてくれるので、すごい線を引きやすいっていうのと、私はこれがポーチと一緒ぐらいおすすめ商品で、お値段もねそんな高くないんですよ。他に比べたら全然買いやすい、まあお手頃価格なので、ぜひお揃いにしやすいのかなと思います。で、上下のねメモリがこうついてると思うので、まあ両方ね上下として使えるし、しかもこんな感じで本があったら、じゃーん、こうやってクリップとしても使えるし、まあここら辺まで読んだなと思ったらブックマーカーとしてこうやってね使うこともできます。だから本当にすごくない？本持ってて3つぐらい持たなきゃいけないのをこれ1つが解決してくれるんですよ。本当にねおすすめ、マジで可愛いし、これは前代未聞の可愛すぎる定規なので、ぜひお揃いにしてください。アルミ定規でこんな可愛いの多分見たことない。次はこちら、ババーン。私がねよくね、まあ、動画とかでもずっとつけてるんですけど、前髪クリップですね。2種類入ってます。まあ、これ上はさっきの定規と同じ柄で、下はアロピノちゃんが乗ってますね。こんな感じ、可愛くない？可愛いでしょ。本当にこのね柄も可愛いし、形も可愛いし、跡がつかない前髪クリップなので、まあ、メイクの時とかにも全然使えます。お風呂上がりにも使えるし、マジで次前髪クリップを買おうと迷っているそこのあなた、絶対にこれにした方がいいと思いますよ。続いてはこちら、ブワン！何かというとフィルム付箋です。これもこだわったんですよね。紙にしますか？フィルムにしますか？って、まあ、付箋を作るときに聞かれるんですけど、ヒマは紙だと本当に教科書とかに貼ってるとすぐちぎれちゃうし、ボロボロになっちゃうし、よれちゃったりするし、本当にねあんま使えないんですよ。だからまあ鉛筆でも書き込めるし、折れづらいですね。硬い丈夫なフィルム付箋にしました。じゃーん、こういう感じです。柄もねめちゃめちゃ可愛いの、シンプルで可愛い。でこう引くとね出てくるんですよ。このね絶妙なこの長さと太さがね最高なんですよね。細すぎるとねちょっとやっぱ弱くなっちゃうし、太すぎても邪魔だしね。だからこのねちょうどいい太さがお気に入りです。しかもこれいちいちね紙からこうねペリペリペリって飛んじゃなくて、こうやって引き出せるだけで頑丈な付箋が出てくるので、すごい楽ちんです。はい、ここにもねこんな風につけてみました。すごい頑丈でしょ、めっちゃいいんですよ。まあ、またね2週間後テスト勉強が始まるので、まあ、テスト勉強でこうね急いでる時とかもこうやってピュッて取ってすぐペラッてくっつけて勉強頑張りたいと思います。まあ、勉強効率もねすごい上がる付箋です。で最後はこちら、じゃーん、ひわひわチャンネルの缶バッジです。全6種入ってますので、ぜひおたかつとかね、ひまのまあわかんないですけどしてくれる方、ぜひこれを買っておたかつしてください。待ってます。開けます。どうする、サイン入れ出ちゃったら、ちょっと戻そう、さすがにさすがに書いて戻そうよ。でもちょっとワクワクするね。そう、いきます、せーので、じゃん、あ、エピソードなんだよね。ごめんごめん、ねえ、びっくりさせないで。何が？何が最近見えたのこれの。ひわひわちゃん。ごめんごめん。桜見てますね。なんかなんていうの、その雰囲気がねふわふわしてていい感じですね。最後かかってます。お願い。サイン入り出ますように。開けます。だから書いて戻す。いきます。せーの、じゃん。
た話、結構当たると思うんですよね、これ。だって200個ぐらい書いてたじゃん、今。200書いてよ。だから多分ね、裏話ね、お店に20個ぐらい売ってんじゃん。だから、わかんないけど、もしかしたら、そのお店に1個は置いてあると思うんですね、今のサイン入りが。だからみんなも買い尽くせば絶対当たる。すごくない？だからちょっと買うべき。え？ごめんなさい。なんか、自分で書いたよね。ねえ、やっちゃった。出しちゃったよ。ウケんだけど、出しちゃった自分で。やめてほしい。もう一個にも帰ってこう。そうすればどっちがどっちか分かんなくなるじゃん。よいしょ。全部書きたい勢いだったよね。マジで全部書きたかったんだけどね。はい、見てください。自分のなかった缶バッジには足して。これはガチで、多分4ヶ月前ぐらいに書いたやつ。サイン入り出ちゃったよ、みんな。出ちゃった。でも、すごいよね。うんよね。なんか結構暇みたいにこうやって当たるんですよ、結構みんなね。だから本当に缶バッジに関しては買ってほしいです。結構当たるので。でまた今回は買わなかったんですけど、 T シャツもねあって、こんな感じでピコッとアルピノちゃんが覗いていて、後ろもねすごい可愛くて、そう、あの M サイズがね売ってなかったんだよね。だから自分家にあるもので今日は着てみました。本当は売ってますよ、でも在庫的に売ってなかった。こんな感じ。かわいくない？かわいい。とにかく、とにかくこだわったので、マジで皆さんお揃いにしてください。全国の伊藤ゆかださんとアリオさんと、あと、通販の方でもね、買えるので、ぜひお揃いにしてくれると嬉しいです。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。もう本当にマジで、ちょっと本当に、もうショックだったので、ぜひ皆さんね、お揃いにしてくださいという、ひまの、なんか急にね、買いに行くことになって、ひまのグッズの良さを広める回でした。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。皆さんぜひインスタのストーリーとかね、コメントとかで言ってくれると、もうすぐに反応するので、ぜひ見てください。上がったらいいよ、はい、じゃあ行ってきます。